はい、皆さんこんにちは。インターナショナルスクールチャンネルの西川です。今回はモンテッソーリ教育について解説していきたいと思います。プリスクールやインターナショナルスクールをお考えの方は知っていて損はないと思いますので、ぜひご覧ください。このモンテッソーリ教育についてなんですけども、言葉は聞いたことあるけど詳しくは知らないっていう方がほとんどだと思います。今回はですね、モンテッソーリ教育のメリットやデメリットについて解説していきたいと思います。でモンテッソーリ教育についてなんですけども、イタリアのローマで女性医師のマリア・モンテッソーリによって考案されたということで、そういう風な名前が付けられました。説明しますと、子供にはまず自己教育力っていうのが備わっていると。その自己教育力を発揮できるような環境を整備してあげて、自発的にやってみたいと思えるような活動の提示をしてあげるっていう教育法になります。この自己教育力っていうのがモンテッソーリ教育で結構重要になってきているワードなんですけども、歩くことって例えばその教えなくても自分で勝手にいつかできるようになってますよね。自分を育てようとする、こういうふうな力のことを自己教育力というふうに言っています。この自己教育力を最大限に使えるような環境を維持してあげて、子供が自ら選んで活動することを手助けすることが大人のすることであり、決してですね、その一方的に教え込むのではないというふうな考え方というか、教育法になってます。モンテッソーリ教育を通してですね、自立だったり責任感、自ら学び続けようとする力っていうのを養っていくことができると。最近はですね、その時代の移り変わりも早くですね、10年後の世界すら想像するのってなかなか難しいですよね。どんなことが起きても自分で考えて自分で決断して自分で行動できる子供に育てるには、もってこいの素晴らしい教育法というふうになります。でモンテッソーリ教育には必要な3つの要素っていうのがあるんですけども、1つ目がですね、その教具になります。これチーク玩具っていうふうな呼ばれ方もするんですけども、モンテッソーリ教育では使われている教具すべてですね、独自に開発されたものになります。子供はですね、見たり聞いたりするだけじゃなくて体全体を使って学習することができます。2つ目なんですけども、環境になります。子供にはですね、自己教育力が備わっていたとしても整った環境がなければそれを発揮することはできないと。自分からやってみたいだとか挑戦したいっていう風な思えるような環境が必要になってくるということですね。整った環境って何なのかと言いますと、まず整理整頓ができているっていうのが前提です。子供が自分のしたい教具を手に取りやすいように分かりやすく整理整頓されているっていうことが、モンテッソーリ教育では必要になってきます。次に作業できる場所があるかどうか、活動内容に合わせて作業できる場所が確保されていることも大切になってきます。椅子やテーブルが必要だったりですとか、床で広いスペースを使ったりと、様々な状況にも対応できるようにしておく必要があるということですね。次にですね、子供に合った教具のレベルかどうか、子供に合った教具が揃っていなければモンテッソーリ教育の最大限の力は発揮できないということですね。次に必要なものが、大人であったりその教師とかになってきます。モンテッソーリ教育では周りにいる大人である両親や教師のことを援助者っていうふうに言います。援助者のするべきことはその言葉通りですね、援助であって一方的に何かを教え込むっていう風なことではありません。子供が自分から活動を選択して集中しやすい環境を作ることが役割だ。次にですね、モンテッソーリ教育のメリットとデメリットについて解説していきます。モンテッソーリ教育のメリットについてなんですけども、一つ目が自立することができるということですね。モンテッソーリ教育は自分でその日の活動を決めて自由に取り組むので、他の子よりですね、自立する力がつきます。次に積極的になるっていうことですね。自分の好きなことを選んでするので、自らやってみたいというふうに思ったり、その好奇心旺盛になったりするので、積極的に行動することができるようになると。次に集中力が身につくということですね。自分の好きなことをするので集中して作業に取り掛かりますと。でそれを続けることで自然と集中力が身につくということです。で最後にですね、情緒が安定するということですね。自分のしたいことを気が済むまで集中する時間があることで、それに満足してですね、落ち着いた性格になりやすいというふうに言われてます。次にですね、モンテッソーリ教育のデメリットについて話していきます。
一つ目がですね、協調性が薄くなってしまう可能性があるということですね。自主性を大切にするモンテッソリ教育を受けた子供はですね、みんなと同じことをするっていう日本でよくあるスタイルに、慣れていなくてですね、一般の小学校に入った時に協調性に欠けて馴染めないっていう風なことを初めはよく聞きます。最初は馴染めないこともあるんですけども、子どもの順応性はですね、素晴らしいものですので、子どもによって時間差はあるものの、少しずつ周りとの距離感をつかめる子どもがほとんどです。次にですね、子どもらしくなくなるっていうところですね。モンテッソーリ教育は自立することは目的なので、モンテッソーリ教育を受けたお子さんはその教育を受けてないお子さんよりも少し大人びています。よく言えば、自立しているっていうことなんですけども、その気にする必要性はあんまりありません。次にですね、体を動かすのが、好きなお子さんには、つまらないっていうふうなこともあり得ると。モンテッソーリ教育の活動内容は室内ですることがほとんどです。屋外で、活動することもあるのはあるんですけども、座って作業することがメインのことになります。お外でですね、元気に走ったり体を動かすのが、好きなお子さんには物足りなく感じて、つまらないっていうふうなこともよくあります。外の活動が少ないのは、スクールがやはり都心部に多いので、広い敷地が確保できないという理由もあるんだろうと思うんですが、お近くのプリスクールに実際にですね、見に行って、確認してみてはいかがでしょうか。で、モンテッソーリ教育を実施しているプリスクール、こちらザーッと書いてます。ぜひですね、そのモンテッソーリ教育の、その教育法っていうのを、確認してみたい方はこちら、見学であったりしてみてはいかがでしょうか。で、最後にですね、まとめなんですけども、モンテッソーリ教育っていうのは自立していて有能で、責任感と他人への思いやりがあり、生涯学び続ける姿勢を持った人間を育てるっていうのを目的とした教育。モンテッソーリ教育に必要なのは教具、環境、大人っていうことですね。で、モンテッソーリ教育のメリットとデメリットを考えると、子供の向き不向きが、ありますよと。で、お子さんとの相性もありますし、ぜひですね、施設を見学しに行ってみてもらって、どんなものなのかっていうのを確認するのもいいかもしれません。以上が、モンテッソーリ教育についてでした。インターナショナルスクールやプリスクールであったり、日本の英語教育などについてもですね、触れてます。チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。